はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい。二次間市、ボリンジャーバンド、一目金公表、ゲラクトレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい。二次間市ベースは上値の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二間足ボ亡人ジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線下落しております。ローソクは下と言いますと、マイナス通しはラインを下抜けトライ中ということで、はい、二間足ボ亡人ジャーバンド、下落トレンド進行中です。はい、二時間足ストキャスティックスは強い、売りシグナルが点灯ということです。 はい、こちら2時間足1目均衡表です。形状から言いますと、ゲラクトネンドの形状ということです。はい、それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは90円の50レベル。90円の50レベルですね。はい、このぐらいです。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは91円の50レベル。91円の50レベルと考えております。 はい本日ロンドン市場の予想レンジ、90円の50レベルか91円の50レベル、90円の5丸レベルか91円の50レベルということです、ポイント急落 RBA 生命、はと派の内容ということで、本日、アジア時間ですね、オーストラリア準備銀行 RBA が政策金融発表ということで、政策金融、オフィシャルキャッシュレート二25ベースポイント引き上げ3.6%としました、約10年ぶりの高水準ということで、これは市場予想通りと。 だ声明文で追加の利上げが必要になるとの文言を一段の引き締めが必要になるとの文言に修正ということでこれがハトハと受け止められまして、えー、とこちら声明文が発表と同時に5ドル円は急落ということで91円の丸57まで下落をしたということです。はいそんな中 えと、チャート形状的に言いましても、ボリンジャーバンド一目金好表ギラクトレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナリが点灯ということで、オーストラリアドル円本日ロンドン市場におきまして、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。オーストラリアドル円本日ロンドン市場におきまして、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。 はい、右のバナーのチームハローズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで YouTube 概要欄から講座解説をすると通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハローズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります